脚線美脚線美は、脚部のプロポーションライン、骨格や肉の付き方などが美しいこと。しばしば美脚という語でも表される。女性美の象徴として名高いミロのビーナスなどの芸術作品は、あらかじめ計算された比率で、足が構成されているという説がある。多くは、女性の脚部に対して用いられる褒め言葉だが、安易に漠然と多用される傾向が強い。一般に、 足をチャームポイントとする際に褒め言葉として用いられる典型的な肯定的形容表現であり、その客観的、普遍的な基準などは原理的には存在しない。ただ、通俗的には細くて長い足、引き締まった足首などを美しさの具体的基準とする言説がまま見られるが、これらも全て主観的な評価に過ぎない。性的思考によっては、例えば、 海外年として、カモシカのような足、筋肉美脚といった言葉を位置づけることができる。ほっそり美脚、むっちり美脚、スラッとした、細くて長い足に対して言われる。筋肉や皮下脂肪は少なく、ラインは直線的である。女性目線の基準では、一般的に美脚と言われる場合はこちらを指している。ファッションの進歩により、衣服をかっこよく着こなすことが女性にとって、 重要なステータスになり、長身の美脚の基準として、長さ、細さ、白さ、骨格の美しさが重要視される。また、ストッキングなどのレッグウェアのモデルとしても適しており、肌の色が白ければ白いほど、商品の色が美しく見栄えする。適度な太さがあり、整った筋肉や脂肪のつき方をしている足に対して言われる。ラインは曲線的であり、 美脚の基準として、長さ、ラインのメリハリや美しさが重要視される。こちらは、女性が憧れるものというより、女性の足のラインや脂質器に、性的な魅力や美しさを感じる男性目線の基準であることが多い。性的思考によるもののため、太さ、パーツのバランスなど、美の基準は人それぞれである。ありがとうございます。